マルク・ビビアン・フォエはカメルーン出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。フォエのプロとしてのキャリアはカメルーンリーグのキャノンやウンデから始まった。1994年のワールドカップアメリカ大会にカメルーン代表として出場し世界に存在をアピールしたフォエはフランスリーグディビジョン1の RC ランスへ移籍し、1998年にはリーグ優勝を経験している。 当時マンチェスターユナイテッドがフォエの獲得に興味を示していたが、フォエは足の故障に見舞われてしまい、移籍は実現せず、ワールドカップ、フランス大会にも出場できなかった。回復後の1999年にフォエはイングランドプレミアリーグのウェストハムユナイテッドに移籍した。2000年、フォエはオリンピックリオンに移籍し、フランスへ復帰した。 フォエはこの年マラリアに感染するも回復し、フランスリーグカップを制した。翌シーズンには再びリーグ優勝を果たしている。その後、マンチェスターシティにレンタル移籍し、再びイングランドでプレーする。2003年に移転する前のホームスタジアムであったメインロードスタジアムでの最後のゴールを決めるなど活躍した。メインロードの正門前に手向けられた贈り物2003年6月26日。 声はかつて在籍していたオリンピックリオンのホームスタジアムで行われていたフィファコンフェデレーションズカップ2003準決勝カメルーン対コロンビア戦の試合後半に心臓発作を起こして倒れ迅速な処置も虚しく倒れてから45分後スタジアム内のメディカルセンターで死亡が確認された28歳の若さだった自覚症状がないほど軽度の肥大型心筋症を患っていたという 同日にパリで行われたもう一試合の準決勝フランス対トルコ戦ではフランス代表のティーリアンリがゴールを決めた後に喜んで駆け寄るチームメイトを制し彼らと共にホエの死を痛む意味を込めて空を指さしたカメルーン代表は準決勝に1から0で勝利し決勝戦のフランス戦では試合前のウォームアップ時にホエの背番号である17をつけたユニフォームを着用 また対戦相手であるフランス代表と共にセンターサークル内で縁を作り目頭した。ホエの最終所属クラブとなったマンチェスターシティはホエの死を悼んでホエの背番号23を永久欠番としホームスタジアムにはホエのメモリアルが作られた。また RC ランスはホームスタジアム近くの通りの名をホエにちなんだものに改名した。 フィファ・コンフェデレーションズカップも声の死によって超過密日定が問題視され、一時は大会の廃止までもが議論の焦点となったが、最終的には大会間隔や試合間隔を見直して継続されることとなったカメルーン代表、ありがとうございます。